よし、朝ごはんにしましょう。はい、今日は青空シャキ弁です。今太郎ちゃんが炊飯太郎になってる。うまそう、うまそう。めっちゃ忙しそうだよ。うまっ。本日は最後のキャンプ地のコルチナ白馬到着しました。なんか食べよう、もう夜。お刺身、あ、お刺身食べよう。ホッキ買ったよ。買おうじゃねえや。おはよう。おはよう。いい朝ですね。7時です。君たち散歩行ったじゃん。もういいね、パパと行ったんでしょ。よかったじゃん。めっちゃ晴れです。今日は暑い。電源サイトだからね。君たち中はちょっとエアコンつけさせてもらってます。超快適だよ、エアコンつけ放題で、ね、よし、朝ごはんにしましょう。はい、今日は青空シャケ弁です。今日もシャケ弁です。今太郎ちゃんが炊飯太郎になってくれてます。これでクッキン地味シュールじゃない。ピーとかも言わないからね。よし、焼いていこう。なんかすでに太陽で鉄板が熱い。昨日の残りの鮭、鮭ラクチョン、鮭ラクチョン、てい、てい、てい、うん、アブがすごいんよ。お、すごいさ、レーサーみたいに通り過ぎていくよね。次々、なんか朝忙しいみたいで。後ろにね、お花がいっぱいあるからね、そこにもいっぱいね、ちっちゃい蜂みたいなのもね、いるよね。うん。シャケのベイベーな、シャケのベイベー。何それ。え、そんな歌なかった？分かんない。最高です。ね。鮭はもうね、いいですよ。ああ、ちょうどいい。昨日よりいいかも。食べましょうか。うん。ありがとうございます。つ。大丈夫ですか。うん。こんなのあんだ。うん。昨日見つけて買っちゃった。スパイシー醤油。ゴミは出ますけどね。容器よりはかなりちっちゃくする。うん。で、10袋ぐらい入ってるから。うまそう。うまそう。絶対成功だもんね、毎回。絶対成功。いただきます。いただきます。うわ、やばいじゃん、この熱ぶし卵すごくない？これすごい、ね、鮭弁当にしたいから。うわうわ、もう贅沢じゃん。うまっ。卵うまっ。うまっ。うまーい。青空レストランごっこ。うん、熱っ。うん、うん、めっちゃ忙しそうだよ、あち。ハブ。うわ、ここにもいる。うましつこい。うわ、またこれ食べてる。うわ、なんなんだこいつ。これが気に入っちゃったんだって。ねねねねね。確かに隙間取ってるね。あー、ノリ、俺のノリ。え、ノリも取られた？ノリが飛んだ。どう？食べれた？食べれた。あつ、働きもしないで人の卵かけご飯さ、寄り道して食べてさ、うん、また仕事に戻ってってさ、けしからん蜂だよ、マジで。あいつずっと付きまとわれてたね。うん、もうご飯くれくれって。ちょっとじゃあ片付けしましょうか。うん、もう炭も捨ててきたから。はい、ほら、私が逃げ回ったから鮭が。じゃあ片付けします。まだいるじゃん、私のバニラ飲むヨーグルト飲んでる。ほら、もうしょうがないよ、早く片しちゃおう。上がってる。はい。
わった。お疲れ、乾杯。トマト。そう、すっきりしたトマト好き。トマト大好きだからさ。うま。本日は最後のキャンプ地のコルチナ白馬。おで、白馬のコルチナキャンプ場は、はい、お仕事をいただいててお呼ばれしているので、まあと言ってもね、キャンプ場を普通に楽しむっていうことなんですけど、はい、これから行くんですが、その前に今日泊まったこの花の里キャンプ場の富士見高原リゾートっていうスキー場施設の中にあるんですけど、うん、天空カートってとこに行きたいんだよね。行きたい。天空カートで標高1600ぐらいまで、そのなんかカート、多分ゴルフカートみたいなやつだったんだよね。そう、乗っていくの、うん、それにワンちゃん OK みたいな書いてあったんで、ちょっと行ってみようかなと思います。はい、終わったら白馬に向かいますね、うん、今日ね、すっごいね、下の方の景色めっちゃ見えてるから絶対いいはず。そうだよね、今日絶景だよね、うん、うわ、やっと晴れたぜ。じゃあ早速向かいましょう。はい、じゃあ今日もお願いします。よろしく、どうぞ。おー、いい天気、サンサンサン、いい天気、サンサン天気。ここもさっきのキャンプ場なんだよね。うん、芝生サイト、木立サイト入り口って書いてある。あ、天空カートじゃん。あ、これじゃん、これじゃん。あれ、もう行くんですか、天空カート。な、並んでる。うわ、うちらが一番だと思ったのに、やっぱり早く来る人いるんだ。よかった、早めに来といて。嬉しいね。営業中になりました。まだ時間前だよね。うん、ちょっと前だね、これ。うお、楽しみ。うわ、なんか久々ですね、旅でこういう目的地まで歩くみたいな。アクティビティ。ここキャンプ場の横通っていく。ああ、すごい日陰、気持ちいい。ね、めめメリーおいで。涼しいよ、思った。はい、一個に待っててください。あと説明します、こちら見てくださいね。よいしょ。じゃあすいません、はい、はいはいはい、いらっしゃいませ。おお、発進しました。自動運転らしい。みーちゃん、ニコちゃん、めちゃめちゃ遅いです。めちゃめちゃ遅い。なんかさ、往復25分じゃなくてさ、片道25分って言ってたね。え、だいぶかかります、だから。あ、まあ、でも涼しい。これキャンプ場エリアが見えるよ。あ、本当だ。前ここに貼ったんだよね。うん、すごい、すごい。あ、涼しくなってきた。ヤッホーブレインズ。あ、森がなくなった。わ、すごい、すごいね。すごい、街が見えた。景色やばい、すごい。おー、もう到着だよ、うん、あそこだ、降ります。え、そんな感じ。びっくりした。はい、どうぞ。すごいよ。やばいじゃん。富士山見えるよ、ちょっと。あそこ、すごい。戻ります、戻ります。すごいね、すごい。涼しくはないな。富士山もこんな風に見えるんだね。ね、じゃあ戻ります。戻られます。はい、はい、よいしょ。じゃあ、みんなのボタンを押していただいてスタート、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。急発進で急発進と急ストップだったね。これさ、なんかすごい曇ってない、この感じ。曇ってる。見えないね。さよなら。さよなら、富士山。いい景色でした。うん。犬たちがだいぶくつろいでおります。もう着くから。メリー。メリーさ。やばくない？そんな犬いないから。メリー。みんなさ、あっちから来る人笑ってたもん。何の興味もないじゃん。君も結構興味ないけど。よし、もう終わるよ。はーい。はい、ありがとうございます。楽しかったです。楽しかったね。うん。すごい天気良かったから、本当にいい景色が見れて。いい景色でした。じゃあ、向かいます。はいよー。レッツ白馬コルチナキャンプ場。行ってきます。シビ頑張れー。おー。山々がすごいです。
書いてあった。白馬コルチナ、これいいですね、コルチナ。いよよよよ、わ、来た来た、おお、わ、着いた。あ、この赤いホテルすごくない？これちょっとでかすぎて、どこが受付なんでしょうか。すごい、このホテル。到着しました。テントが見える。あ、本当だね。お疲れ様でした。よし、デザインがすごくない？ちょっと聞いてきますよ。はい、おかえり。雨降ってきたよね。受付どうだった？あのホテルの受付で、うん、受付できて、今ここにいて、うちらが泊まるのこの D2 ってとこなんで、はい、一旦出てぐるーっと回ってここみたいな。ドッグハウスとかここなんで。あそこは長いやつ、うん、パウパウかな、うん、書いてあるとこがドッグハウスなんで、一旦サイトまで行きます。はーい、広いんだね、すごく。めっちゃ広いよね。アドベンチャーランドっていうのは、うん、あそこだって、あの青いテントのとこ。へえ、あの森の中みたいな。うん、こん中なんだ、すごい。あ、確かにアスレチックみたいなのが作られてます。うん、すごい、ね、こっちかな、この右かな。うん、コルチナオートキャンプ場って書いてありますね。へえ、でっか。だいぶ離れてんだね。ね、お、テニスコートがある。うん、右かな。かわいくない？なんか一個一個、これ行けんのかい、行けんのかい。おほー、すごい、もうここがキャンプサイトになってるですね。おー、すごいね。キャンプ場の中にもこういうなんかツリーハウス的なのとか、アスレチックがある。子供たちはこれ嬉しいですね。へえ、トイレはああいうなんか仮設のトイレがあるね。右へ行くとデッキサイト、この D2 ですね、デッキサイト。うわー、すごい、なんか見晴らしめっちゃ良さそう。おー、すごいじゃん。大丈夫だよー、ほらーい、いける、いけるよー、ストップ。到着しました。到着。すごいね、すごい見晴らし台です。こっちに見えてんのはスキー場が見えてんのかな、違うか。とりあえずデッキサイトになりますので、ここに立てようと思うんだけど、うん、ペグ打てないからさ、これで止めるしかないよね。ガイロープだけ引っ張ってそこに止めるかしかできないもんね、うん、はい、ここないの。わあ、怖っ。よいしょ、これ怖え、ここ。まあじゃあ車熱くなっちゃうから、はい、やりますか。よいしょ、なんでこんなシワっちゃう。合ってるか。いいよ。そうだよね。よいしょ。いいよ。ここでいいかな。やばい、あっつ。とりあえず今ですね、終わったというか途中なんですけど、よいしょ、こんな感じ。ちょっと待って、テーブルとかまだ、ランタンとか何にもないんですけど、こんな感じでセッティングしました。なんか
ここは結局ガイロープ届かずで諦めたんですよ、デッキに貼るのは。ペグも刺さらないから諦めて後ろに貼っております。こんな感じですごい良き。そしてちょっと途中なんだけど、施設の紹介の方時間が決まってるんでちょっと回ってこようかなと思います。3時に施設紹介の撮影でちょっと回りますんで、はい、で2個目に、ね、預けに行くっていう、うん、そう、ドッグサロンがついてるんで、はい、そこで預かってもらえるみたいで。ポテチバンドね。でもね、ありがたいよね。そしたら見ててもらってる時間で回ってく来れるっていうね。うん、安心です、うん、じゃあ一旦荷物だけしまって、はい、車でまた移動しましょう。おい、白馬って書いてあるんです。これ買っちゃいました。高かったけど。高かった。白馬 IPA、 これが白馬ペールエールかな、はい、2人ですよ、ほら見て。うん、めっちゃいい感じ。すぐ借りすんなきゃ。それでは、白馬、乾杯。乾杯、白馬。白馬。うまい。うんま、飛ぶわ。飛ぶ。ちなみに今日は焚き火はなしです。残念。薪売ってなくて。でどっかで買ってくるとかもしなかったから、まあでも暑いからさ、うん、別に焚き火なくても、うん、昨日もしたしね、うん、ラーメンメンマもやし、ラーメンメンマもやし、あ、おつまみメンマもやし、それ足りるから気をつけてね。あ、はい、やったね。ブラウン見せられない。私のことこれからブラウニーと呼んでくれ。それクマじゃない、クマのあのラインのクマじゃないの。クマ、タロちゃんのが汚いじゃん。やばいじゃん、褐色色じゃん。やめろ、着色言うなよ。デッキの色と一緒。汚ね。この子のパワーすごいな、ちっちゃいのに、うん、これすごいよこれ。で今度虫が嫌いなオイルを買おうと思ってて、うん、ここに入れれるじゃん。去年も使ってたモットレ。モットレ、お前がモットレみたいな。あ、そういうこと、わかんないけど。でこれもモットレだよ。これだよね、うん、これ結構いいよ。いいよね、2つともね。うん、モットレまだあるのかな、ちょっとあったらリンク貼っときます。俺ずっと食っててなくなっちゃったけど、ごめん。あ、私も結構食べて、私メンマ派なんで。なるほど、なんか俺が豆派みたいじゃん。豆もやし派みたいな。豆もやし派。チャリボー君。おやし食べる。あ、ま、待って待って待って、お座り。あ、待て待て、よし、初めてのやつ食べない説。うわ、はい、よし、いいよ、美味しいよ絶対。だけどうせ食べるんだからいいじゃん、食べれば、はい、いらないの。あ、目を、あ、メリ食べたよ、はい、ハルピン、これちょっとこのビールをね1本ご紹介したいんですけど、これもクラフトじゃないですか。そうなの、一昨日朝霧キャンプベースソライロさんっていう新しくできたキャンプ場に行ったんですけど、その時に販売されてた藤山ハンターズビア、自分でお米とかも作っててハンティングもするし、うん、あ、狩り？そう、はいはい、ビールも作ったりとか。へー。で販売されてるらしくって、インスタグラムで藤山ハンターズビアで出てくるんですけど、タロちゃんのやつの方がちょっとドーンってくる、うん、IPA、 ライス IPA だって 6% あるよ。私のはね、やぶさめって言うんですけど、うん、商品名が。あ、俺のは年貢。年貢。なんかそれもなんか可愛いなと思って。他にも出てました、結構。詳細はインスタにも載ってるんで、よかったら見てみてください。買ったんでしょ？買いました。700円だったかな、1本。いただきます。はい。おお。美味しい。確かに。ん？お米？な。フルーティー飲みやすいって言ってたんです、こっち、うん、やぶさめ。あ、なんか飲んだことない味、美味しい。あ、そうなんだ、初めてだもん、ライス IPA とか。お米でしょ、うん、うん、なんかすごい苦味が強いかも。あ、そうなんだ。俺は好き、美味しい。ちょっと飲んでみよう、うん、私じゃあ苦手そうな感じだ、うん、苦味があるよ。あ、でも美味しい、うん、苦味あるけど。あ、そうだね、こっちの方が香りが強いっていうか、なんかただただドーンってくる IPA って感じじゃなくて、
なんか味が濃い。これもライスでしょ。そう、なんか確かにその麦っぽい香りっていうか、これも飲んだことない味だわ。うん、飲んだことない味。後から来る。フルーティーとはまた違う気がする。飲みやすいよね、今こっちも、うん、あ、うまいね。うまいよね。おつまみ欲しい、これなんか食べよう。もうお刺身。あ、お刺身食べよう。ホッキ買ったよ。買おうじゃねえや。このいつもさ、こうやって味がちゃんとついちゃってるやつ買ってさ、こういう風に汚れやすいの分かってるのに、美味しそうに見えちゃうんだよ。このこぼしたくないから。これからですね。このままもう食べれるよね。ちょっと味見します。はい。うわ、うめ。うん、あ、でも、うん、なんかローストビーフ感っていうよりはチャーシュー感。雑、めっちゃ切り方がめちゃくちゃ雑ですが、お肉は雑に切った方が美味しいかもしれないから。そうだよ、切り方なんて関係ないぜ。うまっ。あ、最強。うまい。美味しい。うん、いただきます。ま、美味しいじゃん。美味しいよね。あ、なんだろうこれ。チャーシューチックじゃない。香草の味。なんか、うん、チャーシューチックじゃない。うん、あ、ホッキ食いたい。ホッキ、北海道のホッキのとこで。うまっ。うん、これ、うまいよ。これ美味しいんかねって言ってたんだよね。うん、うまいよ。北海道のホッキ近いよ。あ、うん、あ、美味しい。美味しい美味しい。あとハルピンが選んだ、うん、ウインナーポテト。ガストじゃん、ガスト。あ、美味しい。十分。いやー、すごい。この景色見ながら。めっちゃいい景色や。うん、いや、天気良くてよかったな。乾杯。はい。あー、久しぶりに見たよ、かまどくん。かまどくん。かまどくん。かまどくん、ちょっとどっか行ってよ。あ、ほら、こっちじゃなくて、ほら、ニコがもう見てるから。あ、出た。あ、急いでる。あ、落ちた。あ、落ちた。うん。なんだ、落ちる。今、行こうとしたよね、ニコ。はい、お腹いっぱいで。あの、もう、腹いっぱいです。ちょっと作っとこうかなって。あ、もう、ね、お酒飲んじゃうと寝床作るのめんどくさいんだよね。暗くなったら多分寝るんで。今日いっぱい歩いたからね。うん、暑かったしさ。うん。ベッド作ろうと思います。はい、で暗くなってから、うん、昨日も作ってたらその隙に虫が入るんで。入った。アブとか。まだ明るいうちに作っといけば。確かに今ならこのメッシュをね開け放っていても来ない。昨日本当に真っ暗になってからやったらすごかったよね。すごかったよ。虫の侵入。足を3個つけて割り出します。詳しくは別の動画でもこの DIY のご紹介、まあ、作ってるシーンじゃないけどこんな風になりました動画も出てるのでよかったら見てください。なんかそのマットレスが乗ってることによって引き出された様子がよくわからなかった。あー、すみませんね。あ、そうそう、よいしょ、こんなもんかな。うん、木の部分が引き出されました。で、これはワークマンのエアディメンションマット。これだけだとちょっと硬くて、なんであのワークマンのマットを引くことによりかなり快眠で寝起きが悪くなりました。確かに。前の席の足元とかで、うん、荷物、そうだね、うん、置いてるんで。パジャマムーンのシェードめっちゃお気に入り。 OK。 はい、完成。終了。こうするとここに座れて結構こう空間が広めに保てる。もっとロングステイだったら、うん、これも回転させるんだけど。そうだね、一泊はいらないんで。別にここに座ってこうやってパソコンもできますよ。できますね。はい、
だんだん薄暗くなってきたんで、ちょっとずつちょっとずつ片付けたいと思います。ふぅ、腹いっぱい。あ、忘れてた虫入りますありがとうございました。ありがとうございました。じゃあご飯ですよ。はい、メイどうぞ、ニコどうぞ。あ、お腹減ったね。